令和元年論文式本試験管理会計論の公表及び解説を始めていきたいと思います担当はレックス専任講師二宮ですどうぞよろしくお願いしますはい、えー、皆さん本試験お疲れ様でした、まあ、今回の管理会計論につきまして簡単に振り返っていきたいと思いますまあ、今回管理会計論について全体の難易度としましてはまあ、前回の本試験ですね昨年度の平成30年の試験に比べてみるとやや解きやすくはなっていると まあそう見ることができるんですけれどもただまあ例年の本試験のレベル間に比べてみるとまあ難しいというところがありますのであの全体のボーダーラインとしましてはまあかなりシビアな点数にはなってきますで具体的な点数としましては、まあ、今現在としましては41点っていうところを素点でね、あのー、合格ラインとしては設定してあります41点超えることができていれば、まあ、得点比率52っていうのを超えることができると、まあ、そう考えてください まあ高いと見るか低いと見るかっていうのは人によってね感覚は違ってくるかもしれませんけれどもあのなかなかね40点ぐらいの点数ってことになりますとほとんどの問題がですねあのうまく回答できたっていう感覚にはならないのかなと思うんですがまあ特に今回の試験ですとまあ第1問問題2っていうところ標準原価計算の問題とあとまあ第2問問題2の設備投資の経済性計算ですね。 まあこちらの2問に関してはかなりの難問と考えることができますのでまあ計算に関してはまあほぼ全滅でもやむを得ない部分はあるのかなと思います。もう理論でね取れるところを拾っていくしかないそういう内容だったと考えることができますね。だからまあ他の問題ですね第1問問題1とかあるいは第2問問題1ですねここは計算が非常に優しい内容となっていますのでいかにここでの取りこぼしっていうのを防ぐのかっていうのがまあ重要な。 まあそういった一つの鍵を握る、ね、内容だったのかなとは思いますね。はい、だから結構受験生の皆さんからしてみると、まあ、心理的な負担が、ね、大きかった内容なのかなと思いますよ。まあ、簡単な問題を、ね、落としてしまったらこれはやばいなというところが、ね、あの今回受けている中で伝わったかと思いますのであのかなり緊張感を持って、ね、回答に臨まれた方が多かったのではないのかなと思います。で今から、ね、各問題についてちょっと詳細に見ていきたいと思いますのでちょっと簡単に こちらですね簡単ではあるんですけれども、まあ、各問題に対して、まあ、コメントとあと予想配点と正答可能性などをつけてあります。まあ、こちらをざっと、ね、ご覧になっていただければなと思うんですけれども。 ま,あ第一問まず問題1なんですけれども、まあ、こちらに関しましては、まあ、部門別個別原価計算の問題ということになりまして、まあ、非常に全体的なな難易度とととししては優しめの問題ということになりますで特に計算が優しいですね問いの1番問いの4番で計算が問われていますけれども、まあ、問いの1番の仕掛か,かり品勘定の穴埋めに関しましてはここはもう確実に正解したいところと。 できればねあの全部回答箇所を合わせてほしいかなという内容となっています。であと問いの4番の製造関節費の再分析に関する問題も、まあ、これも難易度の高い問題ではないですね。ただ 製造関節費の実際発生額を部門ごとに確定させなければいけないので、まあ、改定式配布法に基づいて補助部門費の配布っていうのがま問われていたわけですけれども、まあ、そこの計算をミスってしまうと、ですね製造関節費の配布債の金額を間違えますし、予算債の金額も合わないってことになりますので、まあ、芋づる式に間違いが生じる内容となっていますので、ちょっと怖いところではありますね。はい まあ、配点がどうなるのか分かりませんけどね製造間接費の配布債と予算債に両方ともね点数が振られるかどうかっていうのはこれはもう蓋を開けてみないと分からないわけですけども、まあ、一応現時点ではねあの1箇所1点っていうふうに換算をしてあります、はい、だから製造間接費の実際発生額間違えると予算債と配布債間違えるので、まあ、2点飛ぶことになりますね、まあ、1つの部門で2点飛ぶことになるので全体で4点点数が、ね、飛んでしまうことになりますので、まあ、ちょっと怖い内容となりますかね、はい で最悪ねそこを間違えてしまったとしても創業のの金額っていうのは、こここは確実に合わせて欲しいと。まあ、これは常日頃ね当連の解説などでも申し上げているところではあるんですけども創業土債っていうのはこれはもう難しく、ね、なることがありませんから、まあ、基本的に計算が簡単なねところとなりますんでここをね白紙してしまった方っていうのは非常にもったいないことをしていることになりますから。 もう時間かからずにすぐに回答できる箇所ですからねここは真っ先に埋めに行くぐらいの感覚で取り,込んだ取り組んでいただいた方が望ましいですねはい、まあ、創業夫があっていればね、まあ、最悪のケースはあの回避することができるのかなとは思いますはいで次の問いの5番ですああと理論ですねすいません理論問題に関しましては まあ,あの問題1に関してはね比較的典型度の高いものっていうのが問われていましてまあ問いの2番については製造間接費のの予定配布そのメリット2つ答えなさいといとう問ただまあいかんせんね行数に制約がありますんでまあもう1行もありませんからね端的に要点を答えるしかありませんからまあ製品原価の比較性の確保っていうのはちょっと答えづらかったかもしれませんね。 ある程度この論点のね論述っていうのを頭にね、あのー、入れていた方はですね製品原価の比較性の確保っていうのは、まあ、出てきやすかったとは思うんですけども、まあ、その場で自分の言葉で書いてる人にとってはですね、あのー、なかなかこの端的にね答えるっていうのは難しい作業だったのかなと思いますまあ最悪メリットの2つ目っていうのが書、まあ、けていればね、まあ、これもあの最低限のところはクリアできるのかなと思いますで次の問いの3番ここはね確実に合わせたいところ 就業時間と直接作業時間のズレっていうのはどこから生じるのかが問われているわけですけど間接作業時間と手待ち時間ですねこれが就業時間と直接作業時間の差の部分ですよとまあこれ理論っていうよりもねあの計算の知識があればね対応できる部分となりますので、まあ、ここは確実に正解したいところですで次の問いの5番ですね こちら固定予算のデメリットに関するお話で、まあ、これも典型度の高い論点ですから、まあ、皆さんね、当連であったり理論問題集などで必ずね、目を通しているところだと思います。ただまあこの固定予算のデメリットについてはね、意外とその流暢にね、回答できる方っていうのが少ないところとなりますので、あの自分の言葉でね、考えて書いた方もいるかと思いますけど、その方はね、かなり時間かかったんじゃないかなと思います。 まあ覚えてた方はね、本当に素早く正確に、ね、書ける内容となっていますので、問いの5番については意外と点数差がつく、そういう内容なのかなとは思いますね。はいまあ、知ってはいるけどね、なかなか正確に書くことが難しいというね、一つの論点だと思いますね。はい、で、次の問いの6番、まあ、これ、責任会計の定義と、あと補助部門費の改善について、ね、提案しなさいという問題で、 ま責任会計の定義についてはねあのこんな模範解答通りに流暢に書ける方はまずいないと思いますので、まあ、最悪ねこの部分については全く書けていなくてもそんなに大きな問題はないですでも次の括弧2番についてはこれはね少なくとも部分点っていうのは拾わなければいけない今現在当社は改定式配布でなおかつ単一基準で実際配布を行っていると言っていますので、まあ、それを理論的に望ましい方法に改善していこうという話ですから 相互配布法っていうのを指摘しててもらえれば正解とといいううことになります、まあ、相互配布法っていうのがちょっと思いつきづらい内容だとは思うので、まあ、少なくとも複数基準と予定配布の部分については必ず書いてほしかったかなと思いますね。はい、で最後の問いの7番ですね、まあ、こちらに関しましてはちょっと書きづらい内容なのかなとは思います。 個別原価計算から総合原価計算に移行する際に必要なデータっていうのが何なのか？それを答えなさいという問題で。まあ、シンプルにね。考えた方はまあ、個別から総合原価計算に切り替えるわけ。だから、総合原価計算特有の資料としてまあ、こういう工程ごとの生産データとか、あるいは進捗度に関するデータが必要だってことをね。まあ、思い出すことができたかとは思うんですけれども。 難しく考えてしまった方はですねなかなかこのシンプルな回答が出てこなかったのではないのかなと思います、まあ、答え見ればねあのすごく簡単そうに思えますけども、まあ、現場でこの内容が瞬時に出てくるっていうのはねなかなか難しいところはあるのかなと思いますんで最後の問題についてはできなくても大きな問題はないと思ってください、はいまあ、以上が第一問に関する、まあ、簡単なね公表ということになります あ,あとすいません一応この第1問の合格ラインとしては15点程度っていうのを想定してあります、はい、25分の15点っていうのを取ることができていれば OK と、はい、で次の第1問問題2標準原価計算ですけれどもこれがね見た目は簡単そうに見えるんですけれども、まあ、解いてみると、まあ、難易度が高いというか現存の安定発生を前提としている問題ですので、まあまりね皆さん解いたことがない問題だと思います もう計算についてはね冒頭でもお話をした通りもう壊滅していてもこれはしょうがないのかなと思いますよ。まよ、あ、く言うとねこの問いの一番の原料費の部分については何とか合わせてほしいかなとは思うんですけれどもまあ、そうは言ってもねあのー、合格者の全員がねこの箇所合ってるかっていうとおそらくそんなことはないでしょうから間違えてる方の方がもしかしたら多いと思いますからね。はい の最悪計算については全部間違えてしまっても仕方ないかなというところです。ただ問いの2番の理論なんかはねここは簡単な内容となっているのであの特に難しい内容っていうのは含まれていませんからあの全部ね完登するっていうのは難しいかもしれませんけれどもある程度点数を拾えるところかなとは思います。はい また問いの3番のカッコ2番に関しましても、この括弧1の計算っていうのができていなくても、大体何を書かなきゃいけないのかっていうのはおおむねわかるとは思いますんで、この記述内容のね、数字の部分は間違えていたとしてもですね、まあ、この大まかな流れっていうのを書いていただければ、部分点は拾うことができるのかなと思いますので、まあ、こういう泥臭くね1、1点でも多く拾いに行くっていう姿勢が求められた問題なのかなというふうには思います。はい。まあとでね、ちょっと計算については、 解説をしていきたいと思いますけれども、まあ、とりあえず第1問問題2の目標点数としてはまあ10点程度っていうのをね想定していますはいよろしいでしょうかだからまあ第1問全体で見るとまあ大体25点ということになりますのでまあ半分ぐらいですねまあ5割ぐらい取れていれば OK ということになりますねはいで次の第2問ですね問題1ですけれども まあ、原価企画からの出題ということになりまして、まあ、平成20年の問題と似ている問題ということになりますけれども、まあ、この目標原価を展開するというね話についてはどこかでねこの問題解いたことがあると思うんですね問題集にも載っていますし、まあ、あの当連でもね一度出したことがありますのであのこちらの内容ですねできた方が多いんじゃないのかなとは思いますけど、まあ、計算についてはねあの一通り合わせていただきたいかなと思いますね まあ、問いの3番で計算が問われていますけどもここはねなんとか対応してほしかったという内容です。問いの5番のね 意思思決定の問題についいいてはちょっとと難しいと思いますんで、まあそんなに難易度は高くはないんですけどもあの本試験の緊張感の中で正解するっていうのは厳しい内容なのかなとは思いますからあの問いの5番はできなくてもいいんですけれども問いの3番の目標原価を展開するというところに関してはなんとか対応してほしいかなというところです。はい、あと理論はね結構書きづらいです。 第2問,問題1の理論っていうのはあの問いの1番以外はねある程度現場で考えて書かなければいけないところになりますので事前の対策でね回答できるかっていうとそういう論点ではありませんからそういう内容ではありませんから、まあ、うまくねあの記述でき,なかったかできなかったなっていうねそういう、まあ、印象を持った方がね多いんじゃないかと思います、まあ、問い一はね標準原価計算ってことで、まあ、これはねなんとかいけるんじゃないかなと思います 標準原価計算とね、まあ、その原価規格とかっていうのが、まあ、対比できているような、ね、方は、まあ、すぐにね、目標原価計算に対して標準原価計算っていうのが出てきたと思いますね。もともと伝統的に、ね、原価管理といえば標準原価計算っていうのが行われていたわけですけれども、よりまあ上流段階における原価管理活動っていうのが必要とされて原価規格っていうのが登場したと。まあ、そういう歴史的な背景っていうのが分かっていれば、 目標原価計算、まあ、原価規格と対比されるのはこの標準原価計算であるということがわかるかと思います。はい、で問いの2、問いの4、問いの6ですけど問いの2番がねちょっと書きづらいと思いますね。まあ、これは難しいですよあの。部品の共通化ですね。これを例にして、まあ、その部品の共通化によって、まあ、原価が何でね低減するのかを答えなさいと。 まあ1行とかね2行ぐらいの内容であればね書ける方も多いかもしれませんけど、まあ、5行ぐらい書かなければならない問題ですからなかなか膨らませて書くのって難しいと思いますね。部分点はね拾うのはそこまで難易度は高くないと思いますけどあのー、満点取るのは相当に至難かなと思います。まあ、一応模範解答はこちらということになりますので、まあ、簡単に気になる方は目を通しておいてください。まあいろんな回答があると思います。 あ,のある程度ね論理的に文章をね構成することができていれば正解が丸がつくと思われますので別にこの模範解答から大きくずれていたところでね点数にならないわけではないのでそこはご安心ください。で次の問いの4番、まあ、こちらはね計算ができていればあの正解できる部分なのかなと思いますけれども、まあ、価値比率に着目をして、まあ、文章を書いていけばいいと。 まあ価値比率が100%を下回っているものについては見積もり原価が目標原価を超えちゃってるんで、まあ、VE による改善っていうのを通じて見積もり原価の引き下げが必要ですよとで逆に価値比率が100%を超えているものに関しましては、まあ、この原価に余裕がありますんで追加的な機能っていうところをね付加することを検討すると、はいまあ、価値比率のね意味が分かればね、まあ、これぐらいの文章は書けるかと思います。 で最後の問いの6はね完全に現場対応型の問題でこれはもう白紙でもしょうがないところかなと思いますもうできなくても全く問題ないですね、まあ、原価規格の運用に際して留意すべき点について説明しなさいねってことで、まあ、当社のね事情っていうのを勘案した上で書いていかなければいけないのでなかなか何を書けばいいのかっていうのが難しい内容だと思いますねはい、まあ、模範解答はこちらになりますのでまた気になる方はご覧になってください で、この第2問問題1に関しては、まあ、合格ラインの点数としてはまあ12点程度っていうのを想定していますので、まあ、これも約、ね、半分ぐらい点数取ってほしかったかなというところですで最後の第2問問題2についてはこれはね冒頭で申し上げました通りもうほぼ計算についてはね壊滅する可能性がありますまあ過重平均資本コストの部分ですね この負債の割合ですね、資本構成っていうのを、ね、求める、この部分についてはね、そんなに難易度は高くはありませんのであの、ここは正解してほしいところではあるんですけども、この空欄位、e、の部分ですね。 ここはちょっと状況がね、分かりづらい部分でもあるかとは思うので、まあ、よく言えば取ってほしいなっていうね、まあそういった気持ちはありますけども、まあ最悪間違えていても仕方がないのかなと思いますので、この最後の問題については、ここの、あの部分だけ正解して、後の計算っていうのはもう全滅でもしょうがないかなと思います。まあ、いかんせんね、これ数字が細かすぎるんですよね。あのー、 問題としてはねそんなに難易度は高くないと思うんですけども数字がとにかく細かいのとあと最後の問題ねとにかく物量が多すぎる。これまあ時間内にでできた方はまずいないなしょうね。最後の問いの5番なんていうのはまあ本当に結構地獄のような問題ですけどもあの解いてる時に本当に嫌気が私もさしてきましたからねかなりの分量になっていますから最後の問いの5番なんかは絶対に着手してはいけない内容だったとまあ、そう考えることができます。 まあ、問いの5番まで行った方もほとんどいないとは思いますけどね。まあ、この問題は相当に分量がある内容となっていますので、まあもう計算についてはね、できなくても OK ですから、まあ唯一問われている理論の部分ですね。もうちょっと理論聞いてくれよと思うところはあるんですけれども、この問いの3番の理論に関しては、ここはね、あのー、点数を拾いたいところではありますね。まあ、内部利益率法。 と賞味現在価値法ですね。まあこの比較が問われているわけですけども、まあ内部利益率法の決定についてまあ答えなさいということで、まあ賞味現在価値法にはあって内部利益率法にはないところですね。それを指摘していくことになります。まあ模範回答としてはこちらですね。この二点を指摘することができていれば正解ということになりますね。はい、よろしいでしょうか。 ただ注意しなきゃいけないのはね、この問いの3番につきましては、あの、例えば内部利益率法の欠点である、その投資案の歳費を決定する際に資本コスト率が必要であるとかね、まあ、これを書いてはいけないんですよ。あの、当社ではね、内部利益率法ではなくて、賞味現在価値を採用していると。 いうふうに言っているわけですからその上で内部利益率法の欠点を指摘しなければいけないのでその資本コストっていうのは正味現在価値法でも必要なわけですからね加重平均資本コストについて何か言及をしていくっていうのはまあ、この問いの3番の問い方的にはね良くない回答なんですよあるいはあの 内部利益率法の欠点として非典型的な投資案ですねキャッシュフローの正と負の符号の変化が2回以上生じるような非典型的な投資案の歳費を決定する際に内部利益率法においては複数の内部利益率が計算される可能性があるのでよろしくないですよっていうふうに書いた方もいるかと思うんですけどもそれも回答としてはあまり望ましくないです。あの当社においいいてててははね結局あの検討している投資案っていうのは 非典型的な投資案でではなないわけですから典型的な投資案の歳費を決定してるわけですからねでしかも非典型的な投資案っていうのは大体の場合味味価価値値ははマイナスになるんですよ賞味価値はねだからもう割引計算する前からその投資案っていうのは採用すべきでないことが分かったりするんですよ。 だからあまりその非典型的な投資案の歳費を決定するときに内部利益率法が使えませんよっていうのはそれそのものはねそこまでむちゃくちゃ大きな問題というわけではないんですねそれよりも大きな問題としてはこちらということになりますのでこの2点っていうのを指摘してほしかったかなというところですよろしいでしょうか、まあ、以上がねまあ簡単なあ以上じゃないですねあとまあ目標点数いうの忘れてましたね まあこの問題については、まあ、目標点数としては4点程度ということになりますので、まあ、第2問全体では16点程度ということになります。まあ、したがって、全体でまあ41点ぐらいというのが、この管理会計論単体での合格ラインというふうに、まあ、試算をしてありますね。はい。よろしいですかね。で、今から、まあ、問題の解説ですね、計算についてちょっと見ていきたいなと思いますので、 まあ基本的には、ね、解説冊子の方をご覧になっていただければもういいのかなとは思うんですけどもそんなに構造的に何か、ね、難しいっていう問題が多く含まれているわけではありませんのでどちらかというと最後の問題についてもあの構造的には簡単なんだけれども、まあ、計算の手数がとにかく多くてめんどくさいとで途中でケアレスミスが、ね、あの家内の確率で生じうるというところで、まあ、難しい問題というふうな評価をしているだけですので 問題の指摘にね、何か難しいっていうわけではありませんから、おおむねね、解説見てもらったら、内容的にはわかるのかなとは思うんですけども、ちょっとまあ簡単に見ておきますと、まあ第1問問題1に関しまして、部門別個別原価計算ですね。で、問いの1番の仕掛か,かり品勘定の穴埋めに関しましては、普通にいつも通りのこの原価計算表ですね。まあこういったものを下書きとして作っていただければ、あとは、 原価計算表の数値を拾って仕掛かり品勘定の穴埋めをしていただければオッケーということになります。まあ特に難しいところはないと思います。予定の賃率ですね。第一製造部門、第二製造部門、三千と二千五百。予定の配布率、第一製造部門五千、第二製造部門三千二百っていうのが与えられているデータからわかりますので、まあこれを使って直接労務費と製造間接費ですね。各製造差ッシ別に集計してあげればオッケーと。 これで、仕掛かり品勘定ですね、もう簡単に穴埋めすることができますので、まあ、あの、ケアレスミスさえしなければね、本当に問いの一番は完投することが可能な内容となっています。で、次の問いの四番ですね、問いの四番。製造間接費の再分析が問われているわけですけども、まず、補助部門費の配布をしていかなければいけないと。 で、改定式配布法っていうのが求められているので、補助部門間の序列をつけていく必要性がまずあると。で、補助部門の序列をつける際のルールとして、サービス提供先の件数っていうところにまず着目をしていくと、まあ、公部門と、乙部門に関しては、これ他の補助部門に対して溶液提供していて、公については乙と兵、乙については公と兵に対して溶液提供していますから、どちらも溶液の提供先の件数としては2件と。 で一方、兵製造部門に関しましては他の補助部門に対しては溶液提供しておらず製造部門に対してのみ溶液提供している補助部門ということになりますから溶、まあ、液提供先の件数に着目すればコートを打つどちらが上位か分かりませんけれどもあの少なくとも兵が、まあ、この3つの中だと序列が一番最下位というのが分かります。はい じゃあ「甲と「乙つ」の序列をどう決定するのかというのが問題になってくるわけですけども「あう」と「乙つ」の序列を決定するときにはこれは補助部門間の相互の配布額っていうのを比較しなさいということがこちらに書かれているので相互の配布額を比較して金額が大きい方を上位の部門としていこうとだから「甲から「乙つ」に対して配布する金額と「乙つ」から「甲に対して配布する金額ですねそれを比べてあげるとこうなります 甲からオツからコに対する配布額は,は29,268というのが求まりますのでまあ明らかにコからオツに対する配布額の方が大きいので配布計算に与える影響が大きいわけですからこちらを上位の部門コを上位の部門でオツを下位の部門にしていきましょうと。だからコが1位オツが2位平が3位ということがわかります。 でそれを前提として補助部門費の実際配布っていうのを行ってあげれば第1製造部門は573万第2製造部門は517万1,000円っていうのが製造・間接費の実際発生額として求まりますのであとは固定予算に基づき予算債・創業度債の計算などをやっていけばいいだけということになりますから、まあ、ここまで計算できてあと間違える方いないと思いますんでね。 あとの計算も機械的に進めてもらえれば OK ということになります。まあ、若干ね、その補助部門間の序列の付け方の部分ですね、そこがややこしいかもしれませんけれども、なんとかうまくね、対応することができた方は、ここは完投できたのではないのかなと思います。まあ、以上が簡単ではありますけれども、第一問問題1に関して計算の解説ということになります。で、次。 第2問ですね。あ、第1問問題2の方ですね。移っていきたいと思いますけど。まあ、第1問問題2に関しては、まずね。第1報で、標準原価カードが与えられていて、それを第2報の標準原価カードに修正するというところからスタートする問題ですね。ちょっと変わり種ですね、これはね。まあ、現存っていうのが、 あ存でなくて子孫ですねあのなぜかね子孫の安定発生の問題になっているわけですけど別に減損で問題作ってもねあの同じ種子の問題は作ることができるわけですけどなぜあえて子孫の安定発生にしたのかは分かりませんがまあいつも通りといいますか減損、まあの安定発生のケースと同じような解き方をしていくことになります。でこれ注意しなきゃいけないのは標準投入数量の20%っていうのがっていうのが 子孫率としててて示されていてこれインプットに対して20%っていうのが標準的な子孫の割合というふうに与えられていると普段はね良品に対して何が子孫なのかっていう良品ベースアウトプットベースで正常な子孫率っていうのが与えられているわけですけど本問ではインプットベースで示されているので注意しなければいけない。 だからちょっと状況をまとめるとですね、あのこれ第1報に基づいた標準原価カードになっているわけですけれども、あの状況をまとめると、この5キロの原材料を投下すればですね、まあ、これが最終的に4キロになるんだと。20%子孫になっていくわけですから、良品になっていくのはこのうち4キロであると。4キロ。 まあ5キロの材料を投下して量費になっていくのは4キロっていうふうに直すことができます、はい。よろしいですかね。だからまあこの物量標準5キロの中にはこれは1キロの子孫の余裕分っていうのが含まれてるんですよ。1キロ分の子孫の余裕分っていうのが含まれてますよと。 で、問いの一番で求められているのは、完成品単位あたりの子孫時費っていうのが計算求められているわけですけど、子孫時費を構成する原材料費と加工費ごとにね、それぞれ計算が求められていて、原材料費に関しては、ここの1キロを評価してあげればいいと。ここの1キロ部分ですね、評価してあげればいいですよと。これ A 製品1個のね、データの整理になりますんで、 A 製品っていうのは1個あたり4キロの重量なんですよ。でそこに1キロの子孫の余裕分っていうのが物量標準の物量標準としてまあ示されているわけですよね。物量標準の中に1キロの余裕分が含まれてると。だから結局この A 製品1個が負担する子孫自費っていうのを計算するときにこいつの金額を求めてあげればいいんですよ。 この子孫,1キロです、ね、子孫1キロというかこの原材料1キロで加工換算量0 5キロですね0 5キロまあこの金額っていうのを求めてあげれば完成品1個が負担すべき子孫時費っていうのが求まるわけですちょっとややこしいんですけど、まあ、そういうふうに整理をしていただいて、まあ、この1キロに関しては原材料費は単価600円ですから600を掛け算して600円とはい 完成品単位あたりの資孫慈悲を構成している原料費部分は600円で加工費についてはこれは9時間の作業時間が標準的にかかると言っているわけですけども、まあ、5キロの材料をインプットされてこの完成品1個作るのに9時間の作業時間がかかりますとでこの面積ですねこの下書きの面積求めていただくと4 5キロということになります 完成品この4キロ相当の部分ですねここには加工換算量4キロっていうのが投下されていてこの資算となったね1キロの部分に関しましてはこれ0 5キロという加工換算量を求めることができますので、まあ、合計4 5キロということになりますこの4 5キロ加工するのに9時間かかるんで1キロ加工するのには2時間かかるということがわかります1キロ当たり2時間の時間が必要で この子孫になったのは0 5キロ相当ですから2時間かけることの0 5キロでここに対して1時間分の作業が投じられていると考えることができますしたがって1時間1000円かけることの1時間で1000円っていうのが完成品単位あたりが負担する子孫時費に含まれている加工費ってことになりますねはい非常にまあ状況がややこしい問題ではあるんですけれども まあこういうふうにして問いの1番っていうのを回答していくことになります。で、次のところをですね、今度問いの3番ですね、計算見ていきたいと思いますけど、まあ、問いの3番に関しましては、これは 当月生産データに基づき、当月の標準投入量及び月初仕掛かり品から計算した標準子孫の発生数量を計算しなさいねということで、まあここからですね、まあ原の安定発生であるということがわかるかと思うんですけれども、まあこの表当月の標準投入量及び月初仕掛かり品から計算した標準子孫の発生数量を計算しなさいと言っていますからね、まあこれは原則の安定発生であるということがここからわかるかと思います。 で、まず、この月初仕掛かり品から計算した標準子孫発生数量ですね。まあ、それが何キロなのかというのを計算、あ、何個なのかっていうのを計算していきますけれども。まあ、月初仕掛かり品は46個というのが生産データとして与えられていて、加工進捗度は40%というふうに示されています。で、視点投入量の8%が子孫となっていると考えることができますね。 40%地点まで加工が進んでいるわけですから2 0の4 0で8%っていうのが子孫になっているとしたがって月初しかかり完成品の支点投入量は50個相当っていうに換算することができます46個割ることの 1=8% で50個とでこれを終点まで加工すると40個の完成品が出来上がるわけですから 今現在の46個から40個を差っぴいた6個っていうのが、まあ、これが当月における子孫の発生数量として求まりまりす。月初しかかり完成品から当月において6個分の子孫っていうのが発生してますよとで今度当月着手完成品から生じる標準損発生数量ですけどこの完成品の数量480個から月初しかかり完成分40個を除いた440個。 この当月着手完成品440個の支点投入量はまた80%で割り戻せば550個ってことになりますんで、この550と440との差の110個っていうのが子孫の発生数量として求まります。で、また月末も同様ですね。月末仕掛か,かり品は88個で加工進捗度は60%支点まで至っているわけですから、支点投入量の12%っていうのが子孫として出てきてしまっていると。 したがって88割ることの1-12%で100個っていうのがこれが支店投入量というふうに計算できますんで100個から88個を除いた12個っていうのが月末仕掛か,かり品から当月に生じた子孫次品の数ということになります非常にまあ子孫だとわかりづらいですね減損だとねイメージがつきやすいと思いますけど子孫に関しては安定発生っていうのが状況として非常に想像しづらいので まあ、分かりづらい内容ではあるんですがもう「減損って読み替えてもらってもね同じことですんで、まあ、子孫が分かりにければ減損って読み替えちゃってください特に評価額とかも与えられてないわけですからねはいよろしいでしょうかでここまで計算できた方であればね最後の問いの4番っていうのも合わせることができると思いますねあの 債の算定が問われているわけですけど異常子孫慈に含まれているね、まあ、原料費っていうのを計算してあげればいいわけですから、まあ、原材料費の計算を行えば OK と、まあ、標準原価カードを改めて作るとこうなりますよと。 で異常な子孫っていうのはこれ28個と計算することができますので標準的な子孫の発生数量は128個で実際の子孫の発生数量100個ですからまあ28個っていうのは異常子孫っていうよりもまあ異常子孫のマイナスっていうイメージですね正常な子孫の発生数量よりも実際の子孫の発生数量は少なかったわけですから28個分の有利債が発生するということになります 通常生じる子孫の数よりも実際に生じた子孫の数が少ないとだから当社のぶどまりはね想定よりも良かったということになりますねぶどまり率は想定よりも高かったとまあそういうことになりますまあ以上がね第一問問題2ってことで、まあ、非常に難しいというかまあ状況のイメージがつきづらい問題だと思いますのでまあこれはもうできなくてもねしょうがない問題かなと思います で、今度、第2問、問題1ですね。第2問、問題1。こちらの、まあ、原価規格の計算に関しましては、もうこれはね、解説もいらないかなと思うんですけれども、まあ、こういう、機能原価分析表っていうのを穴埋めしていただいて、その上で、目標原価ですね、各部品ごとに展開をしてあげれば OK と。はい。もう本当に、 ほとんど同じ問題がね、担当の問題集にも掲載されていますので、まあ、それね、1回でも解いていた方であればあの、この内容をね、思い出すことができたのではないのかなと思います。この計算についてはね、一通りなんとか正解はしてほしいところとなりますね。だからもう、この第2問問題1についてはね、各自でまた確認をしてみてください。で、次の、 第2問,問題2の方にね移っていきたいと思いますけれどもまあこれが本当に難しい問題ですねまあとりあえずねここの資本構成の部分っていうのはね確実に合わせることができますのでまあこれは適当に文字式とかを使ってもらって ま資本構成求める値を x とかっていうのに置いていただければ、まあ、この方程式を満たす x ですね計算することができまして x は0.8と求まります、まあ、すなわち負債による資金調達の割合は80%で株式による資金調達の割合は20%と求まりますね。はい で今度、空欄 E の部分ですけども、これが若干ややこしいところなのかなと思うんですが、まあ、ここですね、ここの状況がちょっとね、あのややこしそうだなという、ね、イメージを持たれる方が多いと思うんですけれども、まあ、材料 A の単価は1キロ200円で、第2工程で投入する、まあ、A'1 から A'3 の量はいずれも製品単位あたりで0.75キロですよと。はい。 でその前に投入材料 A に対して A'1 から A'3 までのぶどまりっていうのは80%、50%、25%っていうふうに言っています。だから支店で投入された材料の80%相当が、まあ、この A1 になっていくと。投入材料 A を100%投入すればそのうち80%が A1 とか A2、A3 になっていきますよと。あ,あすみません A2 と A3 は違いますね。A-1 になっていいくとはい それを前提に考えた時にこの0.75キロっていうところが第二工程で投入される製品単位あたりの A1 の数量ってことになるわけですけどもこの0.75っていうのを80%で割り戻してあげれば支点で投入される A 材料の投入量が求まりますよね。 まあ製品1個作るのに0 7 5キロの A'1 っていうのが必要なんですよ。じゃあ0 7 5キロの A'1 を作るのに何 kg の A 材料を投下する必要性があるのかっていうと、まあ、これを80%で割り戻してあげて 1kg あたりの単価200円掛け算すれば材料費の値として187.5円っていうのが求まります。 まあ計算はね、一瞬で回答することができる問題ではあるんですけれども、まあ、少しね、柔軟に考えていかなければいけない要素が含まれているので、あのうまく、ね、回答できなくても仕方がない部分があるのかなとは思います。はい、で、次の問いの2番ですね、賞味現在価値と回収期間の計算っていうのが問われています。 でもキャッシュローの見積もりっていうのがちゃんとできるかどうかですね。それがポイントになってきますね。毎期のキャッシュローの見積もりさえやってしまえばね、あとは単なる割引計算だけですんであの、そんなに難しい要素はないんですけども、キャッシュローの見積もりがちゃんとできるかどうかですね。そこを今一度見直しをしていただきたいんですけども、まあ、いかんせん状況がややこしいですよね。あの、X1 から X3 まで3種類え製品もあるわけですから、 いいちいち、ね、こういったデータをまとめていかなければいけないのでどっかで、ね、ミスが生じる内容となっています。まあ、製品別の PL 作ってもらうとこうなりますけれども税引き後の利益は万80円っていうのが求まりまりすで。ここに減価償却費1000万円というところですねこれを加算してあげれば、まあ、キャッシュフローに換算することができますね。はい もうこの PL 作る段階でね、どっかでミスってしまうって方がね多いんじゃないかなと思いますでそれに加えてめんどくさいことに運転資本のね残高っていうところも求めていかなければいけないので運転資本の増減額っていうのを計算していかなければいけないのでこれがまためんどくさいんですよねまあ、この一問だけだったらねそんなにめんどくさくもないんですけど後でやっていく問いの5番でもまた計算しなければいけないのでかなりまあめんどくさい内容となっています で、運転資本のね、残高を計算するときに、その他の材料の集計っていうのをね、おそらく忘れるというミスがあるかとは思いますね。A 材料だけで計算しちゃう方が多いんじゃないかと思いますね。その他の材料からもですね、この運転資本残高の計算っていうのをしていかなければいけないので、まあ、その点ね、注意が必要だったと。で、すると、運転資本の残高に関しましては、こちらですね。まあ、218万。 1,504っていうちょっと汚い数字が出てくるんですけどもまあこういうねちょっと1円単位の数字が出てくる中で計算を進めていかなければいけないとでなおかつ注意しなきゃいけないのはこの運転資本投資っていうのが 2000×2 年度末において行われると今から1年後からスタートしてで最終的にこの設備投資の期間っていうのはこれは4年間ってことになるわけですけれども あの最後、運転資本の回収っていうのが、まあ、5年後に待ってると。まあ、担当の試験でね、一度こういう出題がありましたけれども、投資の経済名数と、まあ、分析に当たってのね、この期間っていうのがずれてると。5年を前提に計算していくことになりますので、そこもまたややこしいところだと思いますね。はい、1年、きずれが起きてるんですよ。 運転資本投資っていうのが 2000×2 年度末に行われてその投資額っていうのが 2000×6 年度末に回収されるというこの前提のもと毎期のキャッシュフローの見積もりを行っていく必要性があると。はい で、ここまでやってね、キャッシュローの見積もりっていうのが完了しますので、あとは、福利減価ケースを与えられているものを使って割引計算するんですが、また厄介なことに、福利減価ケースも小数第4位までね、与えられてるんで、いちいち数字が細かいんで、もう、ちょっと電卓叩いてるだけでもね、途中でミスが本当に生じる。まあ、そういう内容となりますね。まあ、正確なね、 あの正確に電卓を叩けるかどうかとかをチェックする試験だったら別にこれぐらい数字細かくてもいいとは思うんですけど別にそんなね電卓を叩く能力とかをね問うてもしょうがないですからみんな叩けるのは当たり前の話でただ時間制約が厳しい中でねこういう細かい数字出されるとまあ誰だってミスをするのは当たり前ですからねなかなかこの,あの問い方っていうのはいかがなものかなって思うところはあるんですけれども。 ただまあ、キャッシュローのね、見積もりっていうのが、まあ、できた方はね、まあ、なんとかね、落ち着いて、あの、電卓にこの数字を入れてもらってね、賞味現在価値の算定っていうのをやっていただければ、こちらの回答ですね、求まりますよと、はい。で、回収期間の計算については、ここはもう簡単ですね。賞味現在価値が求まれば、別に回収期間の計算も簡単に行えるかとは思いますので、ここはもう基本ワンセットになってくるかと思います。はい。 まあ、合っていいる方はおそらくほとんどいないでしょうね全受験生で本当に合ってる人っていうのは片手で数えられるぐらいかもしれませんね。まあ、それぐらいちょっとあの正解するのが難しい問題だったようには思います。 で次の問いの4番ですねこれもまあ,あの初見の方が多いかなと思いますあの最適セールスミックスの決定問題なんですけれどもあの今回有給生産能力っていうのが発生する問題ということで、まあ、ロットごとに製品製造をやる関係で有給生産能力が出てくるとだからいつもみたいにあの製品ごとの制約条件単位あたりの貢献利益の代償関係で優先すべき製品っていうのを決めるわけにはいかないんですよ これはめんどくさいんですけど、場合分けをしなければいけないと。要は、X1 が優先的に例えば作るっていう風になったとしてもね、その1時間あたりの貢献利益の代償関係を見てあげて、X1 を作るべきっていう風にいつもの同じように判断したとしても、有給生産能力が X1 の方がたくさん出てしまうとですね、結果的に1時間あたりの貢献利益の代償関係では劣っている X2 の方が、結果としては有給生産能力が少なくて、 大きな貢献利益を獲得することができるっていうことが起こりうるわけですよ言っている意味分かりますかねいつもみたいに貢献利益の代償関係で優先順位を決める一時間帯の貢献利益の代償関係で優先順位を決めるわけにはいかないんです有給生産能力がある関係でいくら X1 の方を優先すべきっていう風うないつもの判断をしたところで X1 の方が有給生産能力たくさん出てしまうようであれば X2 の方を作って販売した方が会社全体で見たときに得だってことが起こり得るのでめんどくさいことにこれは場合分けをしなければ判断つかないんです。X1 を採用優先的に製造販売したときにいくらの貢献利益を獲得できて X2 を優先的に製造販売したときにいくらの貢献利益を獲得できるのかっていうのを比較すると X1 の方を結果的に優先的に製造販売した方が貢献利益は大きくなりますので 最適セールスミックスとしては、x1 を最大限作って、余った時間で x2 を作るという選択をします。まあ難しいですよ。意地悪な問題で、あのいつも通りのそういった時間あたりの貢献利益の大小関係で判断すると、あのこれ x2 の方を優先すべきっていう判断になりますので、あの正しい判断とズレが生じることになりますから。これはね間違えても仕方のない問題です。 で最後の問いの5番ですね問いの5番まあこれが本当にまあ私が知りり得る限り歴代一番めんどくさいい問題だと思いますこれ最後の最後にこれ持ってくるかという感じではあるんですけども、まあ、本当にあのー、この問題解けた方って受験生全,員あの全国の受験生で一人もいないんじゃないかなと思いますね。 全受験生でこれ一人でも解けた方いたら、もうその人もあの他の科目とか気にせずに合格でいいと思いますよ。はい、これが解けるだけのね。情報処理能力があって、計算の精度がある方であれば、別に他の科目ができなくては、もう会計士との素養は高いでしょうから、あのもう別に合格でいいと思うんですよね。まあ、それぐらいの難易度だとは思います。これだけで本当に解説としても、もう3ページ4ページに渡りますので、非常にま面倒くさい問題ということになりますね。 ま、X1 から今度 X4 に切り替えを行うと。すると年間の営業利益最大にする製品 X2 及び X4 の販売量はいくらになるか計算しなさいっていことで、まあ、問いの4番の計算ができている方は、もしかすると問いの5番の1っていうのは対応ができるかもしれません。もう問いの4番と全く同じ回答方針で、 計算をしていくことになりますので X を優先的に製造販売した場合の貢献利益 X を優先的に製造販売した時の貢献利益代償関係比べてあげれば X を優先した方が貢献利益が大きくなりますので最適セールスミックスとしては X ではなくて X の方を優先的に製造販売して余った時間で X を作っていくという選択をします。はい、よろしいいですかねはい で、次の括弧2がめんどくさい。X1 から X4 への切り替えを行う場合と、行わない場合の賞味現在価値の数値の差額を計算しなさいと。その結果をもとに X1、X4 に切り替える案を選択すべきかどうかですね、回答しなさいねということで、まあ、切り替えを行わない場合と、切り替えを行う場合とで、またこういうキャッシュフローの見積もりをしていかなければいけないと。 で、切り替えを行わない場合の最適セールスミックスはこの値になりまして、これを前提として製品ごとの PL を作って、また全社的なこの営業利益、税備後の利益の金額を求めてもらって、さらに運転資本残高についても再計算していかなければいけないので、もう運転資本はいいんじゃないかと思うんですけども、問われているんで仕方がないですね。まあ運転資本残高の算定っていうのをまた改,、えー、改めてやってもらって、毎期のキャッシュロー見積もればこうなります。 でこれを割引計算して NPV 求めてもらったらこうなりますよと非常に汚い数字が出てきます。で、今度、切り替えを行う場合ですね。切り替えを行う場合の賞味・現在価値につきましては、まあ、セールスミックスがこうなりまして、でまた全社的な税引きを利益求めてもらって、まあ、キャッシュフローを求めていくと、まあ、こうなりますね。はい、こうなりますよと。 でこれの割引計算をしてもらって NPV 求めればこの金額は求まりまして、まあ、切り替えを行った方がこの 87, 円だけ有利になりますすよっていうのが回答です、はい、まあもう少数点以下も出てきていますしあの同じ計算を何回も何回もやらなければいけないのでまあこれは本当にどんなに。 計算の精度が高い方でもですね、あのーまあ、ミスをするのはやむを得ないのかなと思います。これ、初見で解いてね、あのー、この回答がねピンポイントで出した方っていうのは相当計算力が高いというかね、もうこの業界にいるほとんどの人よりも計算力が高いんじゃないかなと思いますね。はい、だからまあ最後はね、ちょっと、あのー、イレギュラーな問題といいますか。 まあなんでこんな分量の問題にしたのかっていうのはちょっとわからないんですけれどもただまあここはねもう花からね解いてない方も多いでしょうから特に公否を分けるねところではありませんのでもうあの、出来不出来に関してはね最後の問題については気にされる必要性はないと思ってください。はい。まあ、以上がねあの簡単ではありますけれども管理会計議論についての公表と解説ということになりますのであのちょっとね 結果的にうまく、ね、いかなかったという方がもしかしたらいるかもしれませんけども経、まあ、計画の、ね、動画の方でも申し上げましたが、まあ、試験についてはねやはりその結果蓋を開けてみないと、ね、合否っていうのはわからないというところがありますので、まあ、現時点ではねすごく悲観的になってしまっている方もいるかもしれませんけれども、まあ、そこは気持ちを強く持ってねあのもう過去のことは忘れてしまってあのこれから先のことをです、ね、考えてちょっと行動に移していただければなとは思います。どちらににししてても、ね、あの8月に向けてしっかりと勉強されて 来た方であればこののの合格発表前の期間の3ヶ月ってもういっそ全部遊んでしまってもいいと思いますしあの心配な方はねあの計算の力が衰え,ない衰えないぐらいの計算力の維持ぐらいはねやってもらったらいいかとは思いますけども,もうそれ以上の勉強っていうのはやる必要性はありませんからあのこれまでねやれなかったこととかをねあの目いっぱい楽しんでもらえればねいいのかなと思います。はい まあ、それではではすね、これで、えーまあ、管理会計論についての公表と解説は以上となりますので、えー、皆さんお疲れ様でした。